キャノンのイオスキス M2 で玉ボケの設定の方法を説明したいと思います。よくですね、写真とかで被写体にピント合わせて背景のクリスマスツリーの点滅している光が丸っぽい光で、えー、綺麗にボケているような写真とか見たことあると思うんですけども、そのようなあ撮影の方法になります。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。まずはじめに、ズームレンズの場合は一番ズームにしてください。結果的にボケやすくなるので、玉のボケもよりいい きやすすくなります設定の方法なんですけども、こちらの上のダイヤル、これを M モードにしてください。これは全てマニュアルに設定するっていうモードになります。次にですね、F 値です。 F 値を一番開放にしてください。要するに一番数値を低くするということです。F 値を高くしてしまうとボケがはっきり映ってしまって柔らかい表現ができないので F 値を一番低い数値にしてください。設定の方法はこの F って書いるところをタップしてこの画面をスクロールすることで F 値を変更することができます。では、これですね、えー、パソコンに映っているものを光と見立てて撮影、えー、したいと思います。例えばこれに今前に手をかざしてこれが被写体として仮に やってみたいと思います。そうすることで今、ちょっと見えにくいかもしれませんが、シャッターを取りました。これが一番開放で撮った場合の感じです。実際のパソコンはこんな感じになっています。そして写真で撮った感じはこんな感じです。もっと手とこの背景の光ですね、これが離れていれば離れているほどよりボケやすくなります。ちなみになんですけど、今5.6で撮影しましたが、さっき言ったように高くして撮影した場合は、 どういう風になるのかっていうのを一回やってみたいと思います。じゃあ F 値を例えば16ぐらいでやってみたいと思います。F 値5.6と F 値16ではやっぱり背景の玉のボケ具合がね違います。F 値5.6の方がよりボケやすくなります。おさらいなんですけども M モードに撮影する。シャッタースピードは止まっているものであれば大体125とかであれば十分捉えるんじゃないかなっていう風に思います。 どうしてもブレてしまう場合は上げてもらっていいと思います。この F 値は解放にする。一番低い数値ですね。こちらに設定をしてください。こちら ISO はこれ明るさの設定になりますので、えー、ここで明るさの設定をしてください。結構夜なので暗いと思いますので、こうやって上げて、 設定すると明るく設定することができます。ただ、あまり上げすぎてしまうと画質が悪くなってしまいますので、ちょっとシャッタースピードを遅くすることで、だんだん明るくすることができます。これはちょっとバランスを保ちながら撮影していただきたいと思います。これはですね、うまくブレないぐらいのスピードで、えー、撮影することがうまくいく撮影のポイントです。今はフォーカスを、ーオートフォーカスで撮影したんですけども、例えば3だけ写して、全部、 光をぼかしているような感じにするっていう場合は、ここを左に押すと、このマニュアルフォーカスができますので、あとはこうやって前のリングですね、フォーカスリングがついているはずなので、こうやってリングを回すことでピントをぼかすことができます。あえてピントを外して、ボケを作ることができます。 今回はパソコンで映しているのであまり綺麗には見えないですが、3とかでやってみると綺麗に撮れるんじゃないかなっていうふうに思います。このようにして玉ぼけを出すことができますので、ぜひ活用していただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。